日ごとの糧、2021年1月27日、心の迷った者も知ることを得、つぶやく者も正しく語ることを学ぶ、イザヤ書29章24節、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく、咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。ヤコブの手紙1章5節。自己吟味という言葉がありますけれども、私たちは時々自分がどれほど分かっていないか、どれほど無知であり、どれほど高慢であるかを吟味する必要があるように思います。そして同時に、どういう希望を持っているのか、何を土台に生きているかを考える必要もあると思います。まあそもそもそういう時間が取れるかどうかというところにも問題があるかもしれませんけれども、まあ、そういう時間が取れると自分に何が必要なのか、何を学べばよいのかが分かってくる、まあ、そんな可能性が広がると思うんですね。そしてそれらを求める、そういうことが必要だという、意識が心の中に与えられたら、知恵と謙遜さを獲得するように、まあ、聖書はそれを励ましているわけですね。それぞれが本当に自分をこうしっかり吟味して、知恵と謙遜さを求め、それらのものを手に入れるようにということを聖書は進めています。で、もちろんそれは神様に求めるという姿勢がとても大事ですし、聖書を読んで考える、そこから学ぶということも大事なんですけれども、でも多くの場合それらは人から学ばなければならないものなんだろうと思うんです。そしてそれらの教師は自分よりも優れた人から学習するということもあるんですけれども、でも同時に自分よりも恵まれていないと思われる方、自分よりも立場の弱い人たちから学ぶべきものがたくさんあるように思います。私はカウンセリングの仕事をさせていただいていますけれども、私が励ますとか教えるということよりもはるかに私が教えられることの方が多いような気がするんですね。実はイエス様というお方は当時の社会的状況の中では身分の低い存在でした。大工というふうに言われていますけれども、実際は石切工ですね、テクトンという言葉が使われてますけど、エジプトのピラミッドを作る作業などをイメージしていただくと分かるかもしれませんが、名もない奴隷たちの仕事として石が切り出され、あるいは運ばれたわけですね。イエス様の仕事ってそういう仕事だったんだということが言われているわけです。だからこそイエス様はさまざまな悪口を言われました。大食漢であるとか大酒飲みであるとか、まあそんな言葉でも、その方から学ぼうとしてついていった人たちこそ神の愛を知ることができ、あるいは神の真理を知ることができるようになったわけですね。多くの方々はイエス様から学ぼうとしなかったんですよね。身分の低い、それこそ無名の若者だったからですね。自分は出来上がってしまった存在だと、自分は絶対もう正しい存在だと、もう学ぶべきものは何もないと感じたら、いや、そこに大きな落とし穴があるように思いますね。もう一度自己吟味してみたらどうでしょうか。この世界にはまだまだ学ぶべきものがたくさんある、分かるようになったら本当に嬉しくなるような内容が山ほどあるんだと思います。神様は私たちに良いものをお与えくださいます。ただその良いものを得るということのために、自分の必要に気づくというところから始まる必要があろうかと思うんですよね。心の迷った者も知ることを得、つぶやく者も正しく語ることを学ぶ。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しむことなく、咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。この御言葉通りのことが今日、そして将来あなたに起こりますように、祝福がありますようにと心から祈っています。それではまた。